はい、こんにちは、斉藤正人です。今日は16部リズム、エクササイズの、ドリル、今日は10番からですね、はい、やっていきたいと思います。はい、一応前回ね、ダウンアップダウンアップと8分音符のストローク、そしてダウン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 の、16分のストローク、これをまず2種類ずつね、同じフレーで、練習していこうというわけでした。はい、まずじゃあこの今日はね10番いきますね。ジャッカー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 、8分音符ね、この4つで一くくりみたいなね、すること多いと思うので、2拍ずつ前半と後半みたいなイメージでね、分けて考えるとやりやすいと思います。で、ちょっと数え方変わります。1等2等3等4等1等2等3等4等みたいな感じで、16分をもう口で数えちゃうんですね。1等2等3等4等みたいな感じです。で、8分音符の時も口ぜひね、1等2等3等4等大体でいいのでちょっとやってみてください。で、これだとですね、で足でね、こう四分音符踏みながらです。やってみると、ジャッカ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 、1等2等3等4等1等2等3等4等、こんな感じになりますね。はい、ジャッカ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 っていう感じです。で、次16分でやっていきます。今度は全部ダウンスロークになりますね。せーの、1と2と3と4と1と2と3と4と、足のタイミングは、間違えないようにしてください。足のタイミング1と2とではなくて1と2と3と4とですね、このタイミングです。一緒にこう2回踏まないように気をつけてください。せーの、1と2と3と4と1と2と3と4と、はい、こういう感じになってきます。これが10番です。まだまだいきます。全部で25あります。はい、じゃあそしたら、次11番ですね。1と2と3としって言いながら、今度はじゃんじゃん8分音符2つになってきますね。で、ここからもう16分なので8分のストロークじゃできなくなりますので、もう16分オンリーになります。で、じゃんじゃんじゃんじゃっかですね。8分音符と16分音符がくっついてますから、じゃんじゃっかなんですよね。なので、じゃんじゃんじゃんじゃっか、先ほどダウンストロークやってもらったところが8分音符なので、このアップストロークのところがね、ちょうど16分になってますね。ここの部分とかですね。はい、これね、横線が20線で出てくるとこれ16分ですから。で、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかになります。3、4、はい、じゃんじゃんじゃん、こういう感じになります。足がならないように1と2と3と4と1と2と3と4と、こういう感じですね。はい、そしたら次どんどんいきます。12番、今度はじゃんじゃんじゃんじゃかまではいいんですけども、さらに16分が2つと8分、なんかこれの逆向きの音符になりますね。じゃんじゃかとじゃかじゃんになります。で、最後じゃんじゃかなんですね。一拍ずつこう横線でこう区切られてますよね。これがじゃんじゃん、一拍目じゃんじゃん、二拍目がじゃんじゃか、三拍目がじゃかじゃん、四拍目がじゃんじゃか、でこれをつなぎ合わせていきます。じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかです。せーの、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃん
はい、こんな感じになります。早かったですね。YouTube のこの端っこ、どっちだろう、こっちかに、丸3つあります。そこを押すと設定いろいろ変えられるんですけども、再生速度、そこで変えられますから、ゆっくりにしたりね、やってみてください。はい。じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかじゃんじゃんじゃか、1と2と3とシート。じゃあ、これ1と2と3とシートで次やってみますね。1と2と3とシート。こんな感じになります。ではでは次いきます。どんどん、はい、13番です。今度はじゃんじゃんじゃんじゃかで、先ほどと同じなんですが、ここ単位でくっついてるこいつですね。こいつが厄介です。じゃんじゃんじゃんじゃかで、これじゃかじゃんだった音符がんかじゃんになります。1個目をスカッとからストロークしてもらって、んかじゃんじゃんじゃかです。じゃんじゃんじゃんじゃか、んかじゃんじゃんじゃか、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 じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかじゃんじゃん、あ、間違えちゃった、すいません。じゃんじゃんじゃんじゃか、んかじゃんじゃんじゃか、じゃんじゃんじゃんじゃか、んかじゃんじゃんじゃか、1と2と3と4と、1と2と3と4と、はい、こういう感じになります。お、だんだん複雑になってきましたね。はい、大丈夫でしょうか。徐々にいきます。じゃあ次14番、新しい音符じゃんじゃんじゃんじゃか、ここまではいいですね。はい、これ出てきました。16部が両サイドにあって真ん中8部なんです。となるとこれじゃかんかになります。もうカタカナで読みましょう。これ出てきたらじゃかんかって読むんです。じゃかんかダウンアップアップ、これがじゃかんかです。で、じゃんじゃか。じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかんか、じゃんじゃか、じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかんか、じゃんじゃか、じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかんか、じゃんじゃか、じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃかんか、じゃんこんな感じです。おー、難しいですね。すいません、僕もなんか時々あやふやですね、申し訳ないです。なんかゆっくりだと逆に難しくね、ちょっとなっちゃいますね。はい、じゃあそしたら次15番です。はい、今のやつにまたシンコペーション帯がつながってきます。じゃんじゃんじゃんじゃかで、次じゃかんかだったのが1個目がカラストロークになりますから、んかんかです。んかんかアップスロークだけ弾くっていう感じです。で、じゃんじゃか。はい。あんまりいい覚え方じゃないんですけども、じゃん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 。最初4つダウンスロークですよね。ダウン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 。そしたら次、アップスロークが続きます。アップアップアップ。3回ダウンダウンダウン。
ダウン。あ、4回か、ごめんなさい。ダウン、ダウン、ダウン、ダウン。そしたら次、アップ、アップ、アップ。3回連続でアップストロークです。で、最後、ジャンジャカ。で、締める。これの繰り返しです。ジャンジャンジャンジャカ、ウッカ、ウッカ、ジャンジャカ、ジャンジャンジャンジャカ、ウッカ、ウッカ、ジャンジャカ。こういう感じです。やってみると、ジャンジャンジャンジャカ、ウッカ、ウッカ、ジャンジャカ、ジャンジャンジャンジャカ、ウッカ、ウッカ、ジャンジャカ。1と2と3と感じになります。ダウンかアップかなんかちょっとよく分かんなくなってきちゃうかもしれませんが、最初はもうジャンジャカ語からですね。もうジャンジャンジャンジャカ、うかうかジャンジャカ。分かんなかったら一拍ずつ考えてください。一拍目ジャンジャン、二拍目はジャンジャカ、三拍目はうか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 ですね。四拍目がジャンジャカになります。はい、やっていきます。次いきますね。はい、そしたら今度はさらにこのね、あのタイもありますけども、ここに、譜点と16部というふうにですね、でこれもまた今度は16部と譜点という感じ、新しい音符出てきました。じゃんんかです。じゃんんかなんですね。じゃんんかではなくて、合間にカラストローク入れてじゃんんかなんですよ。じゃんんかだと合間の拍をやっぱりこうね取れないので、あやふやになります。すごくリズムがこういうのを繰り返していったりとかですね、あの行くとやっぱ曲全体がなんかふわーんとなんかもっさりみたいな感じにね、あのなりやすいんで、じゃんんかしっかりね、あのリズムトレーニングだと思ってやってみましょう。じゃんんかで、じゃんじゃかはいいですよね。でまた、あー出てきた裏、あのシンコペーション、うんかうんかで、最後4拍目がジャカウンです。1個目で弾いて、次2個目で弾きます。で、8分音符に譜点があるので、16分3つ分になるんですよね。8分音符って16分の2つ分だったと思うんですけども、これが譜点がつくと3つ分にね、1.5 倍になりますから、カウンというふうにね、あの、1、2、3、こう3つね、16分伸ばしていきます。じゃん、じゃん、うん。かじゃんじゃかうんかうんかじゃかうんじゃんうんかじゃんじゃかうんかうんかじゃかうんうわーなんだこれって感じですね。ゆっくりやっていきますね。じゃんうんかじゃんじゃかうんかうんかじゃかうんじゃんんかじゃんじゃかんかんかじゃかうんじゃんんかじゃんじゃかんかんかじゃかうん1と2と3と4と1と2と3はい、こんな感じになります。これなんか、このテンポで何これみたいな感じになるかもしれませんが、早くやると結構かっこいいと思います。あれはい、こんな感じですね。はい、うん、そこそこスピード乗らないとなんかかっこよく聞こえないんですけども、ゆっくりやるとなんか頭のなんか CPU めっちゃ使いますね。はい、頑張ってみてください。はい、そしたら、今日最後ですね。はい、17番です。
今度はなんと先、ま、以前ねやったこの8分のストローク1と2と3と4とですね。で、さらに今までやってた16分の1と2とでね、なってましたけども、これが混在するというストロークです。ここは普通に8ビートのシンコペーションストロークなんですけど、じゃんじゃかんかで8分のじゃんじゃかんかなんですよね。シンコペーションしてますね。で最後だけじゃんじゃか、じゃんじゃかで16分のストロークになります。こうじゃんじゃかでできたらもう絶対16分じゃないと弾けないんですよね。全部ダウンとかでやろうとするじゃんじゃかになっちゃいますから、なんかね、じゃんじゃとかなっちゃいますね。ダウンダウンアップ、これ必ずダウンダウンアップです、これじゃんじゃかってやつは。なのでじゃんじゃかんかじゃんじゃか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 になります。はい、ちょっと聞いてもらうとこんな感じですね。じゃんじゃかんかじゃんじゃかじゃんじゃかんかじゃんじゃかじゃんじゃかんかじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃか、1と2と3と4と1と2と3と4と1と2はい、こんな感じになってます。もちろん早く、ゆっくりでもね、1と2と3と4。全部ダウンストロークっていうことももちろんあり得ます。そうするとね、全体的に16分のストロークにできるんですよね。でもここではちょっとこのダウン、最初は、8分のストローク、そしてここで16分のストロークになっていこうと思うんですが、イメージ的にジャカ、ジャンジャカって捉えるよりかは、次のここに向かうためのジャカジャンだと思ってみてください。ジャンジャカンカジャン、ジャカジャン、ジャカンカジャン、ジャカジャンって感じですね。ジャンジャカジャンではなくて、ジャンジャカジャン。わかりますかね？イントネーション難しいんですけど、ジャカジャンっていう感じで、次のここのジャンのところにこう勢いがこうつくようなイメージなんですよね。ジャンジャカンカジャンジャカジャンジャカジャン。ですからジャンジャカっていうイメージよりかはジャカジャンなんですよね。ジャカジャンですね。はい、というイメージでやるとちょっと分かりやすいかと思います。ゆっくりやってみましょうか。せーの、1と2と3と4と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 、はい、こんな感じになります。ちょっと混在するというちょっと特殊な例になりますね。はい、では、まあ、次回、今度はブラッシング編になっていきます。次回18番、はい、こんな感じで、トライしていきたいと思います。はい、ここまでくれば相当です。ぜひぜひ、また次回ね、お楽しみにしてください。じゃあ今日はこれで終わります。もしよろしければ、チャンネル登録や、グッドボタン、いいねボタンね、下のよかったら押してください。ありがとうございました。じゃあまた次回。